銀塩一眼レフの LX とデジタル一眼レフの K1 ペンタックスはレンズ、カメラ、デジタルカメラ、天体望遠鏡、内視鏡などのブランド名。リコーイメージング株式会社が製造販売するデジタルカメラ、双眼鏡、セキュリティカメラ用レンズ等光学機器、法屋株式会社が製造販売する内視鏡、高等鏡、人工骨、音響。 音声解析ソフトなどの医療関連製品、DI アサヒが製造を販売する測量機、成功オプティカルプロダクツが製造を販売するメガネレンズで使用される。このコーデは主にペンタックスブランドのデジタルカメラを展開するリコーイメージング株式会社について記述する。国産初の一眼レフ、アサヒフレックスアイリコーイメージング株式会社は日本の大手工学機器メーカーであり、 かつての名称を極光学工業株式会社といった。日本初の一眼レフカメラ、アサヒフレックスアイ、世界初のフラッシュ内蔵オートフォーカス一眼レフカメラ、SFX を発売するなど、高い技術開発力を誇っていた。本社は、東京都、国内事業所は、栃木県、宮城県、山形県にあった。ペンタックスのカメラは、 伝統的なカメラ業界のシェアではニコン、キャノンの後陣を廃するが、中盤カメラでは、ペンタックス645やペンタックス67が、ロングセラー機となったり、デジタルカメラ部門では、小型軽量化を実現した廉価な一眼レフイスと DL を販売。その後も、K マウントと、中盤645マウントのデジタル一眼レフに、最小最軽量のノンレフレックスカメラの Q マウントを、加えて、 タマウント展開するなど、日市場で特徴ある製品を出している。また過去のレンズ資産についても、純正のアダプター1枚で、1957年以降に発売されたレンズは、すべてが利用できるなど、長く利用しているユーザーにも配慮を見せている。ペンタックスの名称の由来となった、アサヒペンタックスペンタックスという名称の由来は、1957年5月発売の、 一番レフカメラ、アサヒペンタックスの製品名による。この名称は、アサヒフレックスに、ファインダーに内蔵される、光学部品、ペンタプリズムを搭載したことにちなんでいるが、もともとは、東ドイツのベブ、再水コンの登録商標を1957年に、極光学工業が買収している。アサヒペンタックスは、アサヒフレックスイヤにペンタプリズムを搭載することで、アイレベルの成立。 肖像が得られ、機動性、使いやすさを飛躍的に向上されることを実現した。そこでカメラの開発と並行して従来のアサヒフレックスとは違う新しい製品名をつけることが検討されたいきさつがある。その後、カメラを中心とする製品名にはアサヒペンタックスが使われていたが、1970年代後半にはレンズのブランドにてタクマーに代わって、 ペンタックスが使われるようになり、1979年9月に発売したペンタックスメガボルトマイナス -1 からカメラ本体のブランドもペンタックスに変更されている。製品の詳細は以下の記事を参照されたし、現在は法や製造でペンタックスメディカルブランドにて販売している製品を含むありがとうございます。